工房の副キャプテン、桃地の愛称でおなじみの女性アイドルは誰？ピボン、すぐ長桃子。問題、自称日本一可愛い。ピボン、すぐ長桃子。問題、ピボン、すぐ長桃子。問題、すぐ長桃子は。ピボン、箸の持ち方がめっちゃ下手くそ。でもそんな桃地が超絶可愛い。問題、嗣永桃子。ピボン、左肩のこの辺に虫刺されみたいな赤いポッチがある。正解、嗣永桃子目当てでベリーズ工房のライブ DVD を見ていた早坂が気がついた桃地の身体的特徴とは。正解は左肩に虫刺されのようなポッチがあるでした。お見事。問題、嗣永桃子が。ピボン、早坂桃子。正解、嗣永桃子が早坂と結婚したら何という名前になる。正解は早坂桃子。素晴らしい。問題、嗣ピボン、あやめ。正解、嗣永桃子と結婚した早坂は満を持して新婚旅行に行きました。その場所はハワイですが、その後愛を育み2人の子供に恵まれた早坂夫妻。長男の名前は健太郎。では次女は。正解はあやめ。ランチパーク。では最後にお客さんに一言お願いします。こんなくだらないネタをやってしまって皆さん許してにゃん。なんでだよ。